安倍やめろ。盛りかけ問題で火がついて、キョンギ答弁で逃げ切れぜ。強盗解散してみたが、タヌキの芝居が尻尾を出した。踏み絵でございます。排除いたします。安倍やめろ、安倍やめろ、おじいちゃんの代から CIA CIA CIA、 おじいちゃんともども愛好けど。政府や国家は言います。兵士たちが平和を守り、軍隊が平和を築くのだ。しかし、私たち兵隊は、軍隊で平和のことなど何も教わりませんでした。ひたすら毎日、人を殺す訓練ばかり受けました。わいだけだぞ、貴様戦場に何していくんだ。殺すです。聞こえんぞ。敵をどうする。殺す。まだ聞こえん。殺す。まだ聞こえん。殺す。平和を築くとは武力に頼ることではありません。人を殺すとは、自分の魂の中の大切な何かを失うことです。私の中にはもうその大切な何かはありません。私、アレン・ネルソンは1947年ニューヨークのブルックリンで生まれました。母はいわゆる未婚の母で、実の父が誰なのか私は知らない。母と3人の姉とみすぼらしいアパートを転々とし、その日食べるものにも困る貧しい生活をしていました。子供の頃は喧嘩に明け暮れる毎日。この町では強くなければ生きてゆけなかった。高校も中退し、仕事を転々とする日々。貧しい黒人の私は自分の将来に何の夢も希望も持つことができなかった。そんな私が運命を変えることになったのは、18歳になっていたある日のことだった。あ、君、ちょっとそこの事務所でドーナツでも食べながら喋っていかないか。ドーナツ。ここは？ようこそ海兵隊へ。海兵隊？彼は海兵隊採用事務所の職員で、私に海兵隊員にならないかと勧めてきたのだった。見たところ体も丈夫そうだし強そうだな。君なら勇敢な海兵隊員になれるぞ。見ろ、海兵隊員になればこんな立派な制服を着ることもできるし、うまいものもたらふく食えて、しかも金と名誉も手に入る。もちろん黒人の君だって周りのみんなから尊敬される立派なアメリカ人になれるぞ。当時のアメリカでは黒人差別は根強く残っていた。南北戦争以後、奴隷制度は廃止されていたが、学校やレストラン、ホテルなどの施設やバスの座席も白人と黒人で明確に分けられていた。海兵隊？俺が求めていたものはこれだ！マシな服に、マシな食事、母さんにも楽をさせてやれる。そして、黒人というだけで奪われていた自信を取り戻せるんだ。1965年、私は18歳で海兵隊に入隊した。いいか、お前らは男になるんだ。ここで世界最強の精鋭部隊
アメリカ海兵隊の一員としてその第一歩を踏み出す。命令されたら何も考えるな。何の疑問も持たず、直ちに実行しよう。 Do you understand? そう、やっそう。この瞬間から死後さえ許されない厳しい生活が始まった。夜明けとともに始まる訓練、13週間の間、一人前の海兵隊員になるためのトレーニングが続いた。 And he will say, What are you going to do in the battlefield? And we will say, Kill. And he will say, I can't hear you. And we will say again loudly, Kill. And he will say, I still can't hear you. And we would all scream at the top of our voices, Kill! Like the roar of a lion. Then he will say, Keep your mouth shut! There was no talk.There was no thinking. ここで皆さんに質問をします。軍隊では敵の体のどこを狙って撃てと教えると思いますか？頭だと思われる方。では足は？心臓は？ありがとうございます。今から実践の話をします。戦場で敵と打ち合いになって相手を打ち損じるということは、自分が撃たれて死ぬということです。頭を狙って撃つだろうと思われた皆さん、その方法は自分が死ぬ確率が一番高い。頭は人間の体で一番小さい的ですからね。心臓だと思われた皆さんは映画の見過ぎかもしれません。軍隊で狙えと教えるのは男性の急所です。大体この辺りに当たります。戦場に参加する兵士が最も恐れる傷を与えます。即死できず長い間苦しむからです。1966年、私は沖縄での訓練を終え、ベトナムの最前線へ行きました。ジャングルで最初のゲリラ戦。近くを歩いていた味方が敵の銃弾に倒れ、私は駆け寄った。おい、大丈夫かおい。その顔は銃弾で吹き飛んでなくなっていた。伏せたらバカ野郎、死にてえのか。すぐに別の味方に蹴り倒された。顔を失って倒れた味方と向き合ったまま、私は自分に言い聞かせた。殺された、味方が殺された。クソーベトコンビ、殺してやる。自分がこんな目に遭わされる前に皆殺しにしてやる。生き残りだけではもう何があっても感じたり考えたりするな。敵のベトナム兵にも何の感情も持つな。奴らは名前もない、魂もない、ガクスなんだから。それからの私は変わった。勇敢でありたいと危険な任務にも進んで志願した。そして二度目の戦闘で私は初めて人を殺した。いいかネルソン、あの村にベトコンが潜んでいる。少しの動きも見逃すな。怪しい奴がいたらすぐに撃て。見張りを任されてしばらく経つと、茂みから一人の男が現れて村へ走っていくのが見えた。私はそいつを撃った。命中した。やった、敵を倒したんだ。走っていくと、赤茶色の血だまりの中に黒い野良着を着た40歳くらいの男が仰向けに倒れていた。30年以上経った今も、苦しげに歪んだその男の口から覗いた茶色の歯を覚えている。うわお前も吐いたか。すみません。気にするな、初めて人を殺した時は誰もがそうなる。
すぐに慣れるから心配するな。はあ、だがそれは間違っていた。それからも私は勇敢でありたいとベトコンを殺し続けたが、いつもあの奇妙な感覚にとらわれ、めまいのようなものを感じるのだった。いいか、これから行く村はベトコンしかいない村だ。だから村ごとぶっ潰せ。俺たちは海兵隊だ。俺たちは勇士だ。俺たちは不死身だ。俺たちは歴史に残るんだ。ベトコン野郎を皆殺しにしろ。戦争は我々にとってスポーツハンティングと同じだった。ひとたび戦闘が始まれば、兵士たちは感情のコントロールを失い、どれがベトコンでどれが女性や子供かなど見分ける余裕はなく、動くものをひたすらに撃ち殺した。だが奴らはグークスなんだ。女や子供だろうが老人だろうが、みんな魂を持たないグークスなんだ。放っておけば俺たちを殺しに襲ってくる。だから何度でも殺せた。殺せ、皆殺しだ。こうやって毎日のように何のためらいもなく、残虐非道な行為が繰り返される。村の真ん中に積み上げられる三つの山、男の死体の山、女の死体の山、子供の死体の山、燃え上がる家の前で殺された親にすがりついて泣き叫ぶ子供、これが戦場、これが戦争だった。13ヶ月間をこうやってベトナムで過ごし、たくさんのベトナム兵を殺害し、大勢の人が死ぬのを見ました。私がジャングルで最初に学んだことは、本物の戦争が映画とは違うということです。かっこいいヒーローなんかいるはずがないんです。貧しい若者にとって兵隊になることは貧困から抜け出す方法の一つです。海兵隊採用事務所には求人広告がたくさん貼られている。大学の奨学金が6万5千ドル、入隊すれば1万2千ドルのボーナスがもらえると書いてある。しかしポスターのかっこいい白人のモデルは平和を守る戦士なんかじゃない。ベトナムの前線の危険な場所には黒人の兵士が多く、アメリカ国内だけでなく戦場でも人種差別は当然のように行われていた。ある日、死にゆく敵兵が私に言った。私たちは自由を求めて戦っています。あなたたち黒人も自分の国では自由すらないではありません。なぜあなたは私の国に来て私たちを殺しているんですか。その日から私は戦争とは何かを考えるようになった。そして間もなく私は戦争に対する考え方を変える決定的な体験をする。それは部隊がある村の近くで敵の奇襲を受けた時のことだった。くそ、待ち伏せだ、全員見回して。私はとっさに農家の裏にあった防空壕に飛び込んだ。女だ。一体どうした、何をそんなに苦しがって。まだ若い少女じゃないか。15歳か16歳。足元のぬかるみは何だ。
重傷でも負って。私はとっさに両手を伸ばして受け止めた。彼女は赤ん坊を産んでいたんだ。彼女は私の手から赤ん坊を取り返し、自分の服で拭うと、へその緒を歯で噛み切った。そして愛しそうに胸に抱いた。5分、いや10分はそこにいただろうか。私は呆然とその光景を見つめていた。壕を出ると戦闘はすでに終わっていた。燃え上がる家を見ながら私は思った。俺は幻を見ていたのか。いや、夢でも幻でもない。俺は確かにこの手に赤ん坊を抱いた。とても小さくて柔らかくて温かかった。俺もあんな風に生まれてきたのかい。母さんもあんな風に苦しんで俺に命を与えてくれたのかい。変わらない、何も変わらない。ベトナム人もアメリカ人も同じ人間だ。魂を持たない窮屈なんかじゃない。彼らにだって魂があり、名前があり、家族があり、かけがえのない人生がある。俺はそんな人たちを、俺はそんな人たちを大勢殺してしまった。一体俺はどうすればいいんだ。それは人間であることを忘れていた私が再び人間であることを思い出した瞬間だった。私がジャングルで学んだことは、戦争や暴力は決して平和も幸福ももたらさないということです。18歳で戦争へ行き、私はすっかり変わってしまった。戦場での殺人と暴力が私を永遠に変えてしまったんだ。ネルス死ね。あっ、そう、ベロハメ、やれるもんならやってみろ。また寝ぼけちまった。ここはもうベトナムじゃないのに。私は23歳でホームレスになっていた。原因は帰還してから毎晩うなされた悪夢だった。金色の炎に燃え上がるベトナムの村、断末魔の先に割れた頭から飛び出す脳、ちぎれた腕、子供たちの恐怖に怯える顔、そして死んでも生き返って俺を襲ってくるベトナム。私は悲鳴を上げ、油汗を浮かべて狭い家の中を獣のように歩き回った。神経が過敏になってイライラし、家族を怒鳴りつけることもしょっちゅうだった。
すっかり別人になってしまった私に母や姉たちは怯え、もう一緒に暮らせないと言った。だから私は家を出た。ホームレスとして苦しい生活を送っていたある日、私は昔なじみに声をかけられた。アレン、アレン・ネルソンよね。私ダイアン、ダイアン・ウィルソンだ。高校の彼女は私が中退した高校のクラスメートだった。久しぶりね、アレン。私ね、今小学校で教師をやっているの。そうか、立派になったんだ。聞いたわ、ベトナムに行ってたんですってね。ああねえ、今度私のクラスの子供たちにベトナムでの体験を話してくれ。遠慮しとくよ。そう、でも気が変わったらすぐに連絡してね。同級生からの講演の依頼、今思えば彼女は明らかにお金に困っている私の様子を見て、直接お金を恵む代わりに講演という仕事を依頼してくれたのかもしれない。紹介します、ミスター・ネルソンです。今から皆さんにミスター・ネルソンがベトナムでの貴重な体験を話してくれます。ではお願いね。あれ、はい。1965年、私は海兵隊に入り、翌年にベトナムへ行きました。ベトナムはとても蒸し暑いところで、広いジャングルの中には見たこともないような虫がたくさんいます。その広いジャングルの中で大勢のアメリカ兵と大勢のベトナム兵が戦い、たくさんの人が怪我をして、たくさんの人が死にました。私は評論家のようにきれい事ばかりを語り続けた。自分が戦場で何をしてきたかなど話す気にもなれなかった。ということで、僕のベトナムの話はこれでおしまいです。では、ミスター・ネルソンに何か質問のある人。はい、ミスター・ネルソン、ベトナムの子供たちは学校へ行ってますか？はい、ミスター・ネルソン、ベトナムの家ってどんなお家なの？あ、では、そろそろ時間なので最後にしましょう。誰か質問のある人。はい、どうぞ。ミスター・ネルソン、あなたは人を殺しましたか？あなたは人を殺しましたか？俺は人を殺した。それも数えきれないくらいたくさんの人を殺した。子供たちに嘘をつけない、正直に本当のことを。いや、ダメだ。ここで殺したといえば俺はもうミスター・ネルソンじゃなくなる。ただの残虐な殺人者。子供たちは俺を恐れ軽蔑するだろう。でも本当に黙ったままでいいのか？俺は学校で本物の戦争のことは誰にも教わらなかった。戦場で活躍した英雄の話は聞かされても、戦争の悲惨な現実を教えてもらわなかった。だから俺もヒーローになれると信じてベトナムへ行った。
だからこそこの子たちには俺が見てきたこと、やってしまったことを知ってもらうべきじゃないのか。どれくらい沈黙が続いただろう。気がつくと私はつぶやくように答えていた。殺した。俺はここに来るべきじゃなかった。子供たちは俺を恐れ軽蔑するだろう。目を開けるのが怖い。かわいそう。かわいそうなミスター・ネルソン。子供たちは俺を抱きしめてくれた。こんな俺のためにみんな泣いてくれるのか。こんな人殺しのために。ベトナムから帰還した兵士の多くは PTSD という心の病に苦しめられた。長い間苦しんだ私が回復したきっかけは、戦場での殺人という自分の罪を子供たちの前で認めることだった。アメリカ人はベトナム戦争が間違いだったと思っている。ただ悲しいことに戦争が間違いだと思っていない。だから私は子供たちに暴力に頼らない道が必ずどこかにあることを伝えたい。私が日本でもその活動を始めるようになったきっかけは、沖縄でのアメリカ兵による少女暴行事件だった。私が訓練を受けた沖縄の基地がまだ残っていることにも驚いたが、日本に来て何よりも驚いたのだ。私の活動を支援してくれる友人が教えてくれた。日本国憲法第9条だった。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全校の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。ホテルでこれを読んだ私は思わず立ち上がった。ものすごいショックを受けた。キング牧師の有名な演説 I have a dream today、 あれ以来の衝撃を受けた。これこそ神から与えられた核よりも強い武器だと思った。この憲法を受け継ぐ日本の人たちにこそ私が見てきたこと、戦争が間違いであることを伝えたい。時すでに遅く、私の命は枯れ葉剤の後遺症に蝕まれ、もはやこの世のものではありません。忘れないでください。理想の憲法も美しい条文も
紙に書いた文字にすぎません。世界の平和は私たち一人一人の心の中から始まるんです。ご清聴ありがとうございました。新田隆さんでした。皆さんのプログラムの後ろにありますアレン・ネルソンさんが訴えた救助は大切、その思いを一人芝居救助への生還に込めて今官邸前、そして2週間前は沖縄の辺野古のテントの前でもこの芝居をやり続けています。ぜひ皆さんまた路上で三田さん見かけましたらお声をかけてください。三田さん本当にありがとうございました。今日このプログラムの入っている袋の中に